カルダノの創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏は、最近のブログ投稿で、彼らのチームの目標がどれほど大きいかについて触れました。ホスキンソン氏は、プロジェクトの目標はこれまでに達成されたレベルに限定されず、どのように改善できるかを常に模索していると述べました。カルダノのようなプロジェクトは、短期的で未充填の上昇に直面しています。私たちは、古代宣伝を追求し最新のサイクルから利益を目指すプラットフォームではなく、常に組織的で忍耐強いと思ってます。カルダノネットワーク上のプロトコルは、インターネットと同じくらい広く普及し、何十億人もの人々によって使用されると信じています。適応には数週間ではなく数年かかりますが、これは一時的なミームではありません。ここで大切なことは、常に長い間ゲームをプレイできることです。プルータススマートコントラクトの数が888に。知られているように、カルダノは9月のアロンゾハードフォークの後で、スマートコントラクトを実行する能力を獲得しました。最近のデータによると、12月8日の時点で、カルダノベースのプラットフォームであるプルータスに基づくスマートコントラクトの数は888に達しています。このプラットフォームは最近、分散化を促進するために個人間、ピアツーピア、テストネットも導入しました。財政の発展に加えて、カルダノネットワークは教育システムも対象としています。今年の初めに IOHK は、教育パフォーマンス監視システムを作成するためにエチオピア政府と協定を締結しました。ホスキンソン氏は、秋に長期のアフリカツアーに参加し、この地域の国々で重要な協定に署名しました。ホスキンソン氏は、暗号通貨の世界でマネージャーであることの難しさについてよく言及し、この意味で私生活を管理することの難しさを述べましたが、彼は10年間業界にいるにもかかわらず、暗号通貨業界の動向に追いつくのが難しいと語っています。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。